1分鉄道路線解説。今回紹介していくのは、伊豆急行線です。伊豆急行線は、静岡県の伊東駅から道県伊豆急下田駅を結ぶ鉄道路線です。伊豆急行が管理をしていて全長は 45.7km。伊豆半島の海岸沿いを走る路線です。全線単線ですが、リゾート21やサフィール踊り子、ザ・ロイヤルエクスプレスなど、多くの観光列車が走っています。この路線では、車窓に広がる伊豆の海や島々を堪能でき、沿線には多くの温泉やグルメスポットがあることから、多くの観光列車が行き来しています。そして、この路線は非常に多くの車両が走っており、2100系電車や、東急のお風呂の8000系、JR209 系を改造し作った3000系アロハ電車など、他にも、いろいろな車両が走っています。そろそろ冬になりますので、温泉に入りがてら乗りに行くのもありかもしれません。東京からのアクセスも良いので、友達なんかと軽い旅行にぜひ行ってみてください。友達、この動画がいいなと思った方は、高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。あと友達になってください。